この前の旅行では何回マルチしましたか？ね、マルチ。違う。何その、は？何そんな、は？何そのうぐ。もういいから答えろよ、じゃあ。これ何回したの？ 3 回です、うん。はい。次。今年の夏のご予定は？え？今年の夏なんか予定ある？もう行ったもんね。割とね。横浜。よかったね。よかった。見た動画、見てくれた？うん。やばくない？あの夜景。とよかった。よかった。あと何？なんもないよ。なんもない、なんもない。うん。また仕事です。うん。もう生きてるだけ。うん。次。毎晩のルーティン教えてください。毎晩のルーティン。毎晩。うん。どうした？マジで本当にやめろよ、そんなことばっかり。だってルーティーンじゃん、もう。まず、家帰ってくる？うん。ご飯食べる？一緒に食べる？一緒にお風呂入る？一緒に入る？まあね。うん。うん。お互いの好きなところ教えてください。どこ好きよ、俺よ。何何？普通にご飯屋さん行って、うん。まあ、メニュー見るじゃん、うん、で頼むじゃん、うん、で来るじゃん、うん、で来た時あれこれ頼んでないやつってたまにあるじゃん、あるある、うん、で他の席の間違いかなとか思ったりして、うん、店員さんに言うのね、うん、これ間違い、うんうん、じゃないですかって、うん、でもそういう時って大体作り間違いなのよね、うん、でそれも僕らはまあ、料金払うんで食べますっていうふうに言うのね、うん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 、で普通さやっぱメニューって好きなものから選ぶじゃない、うん、食べたいものを選ぶけどその間違ったやつを来ることで、うん、普段食べないものが食べれるって僕は思うのね、うんうんうん、でそれを一緒になって共有できるのが嬉しい。だってなんか人によってはさ、もうやだとか、うんうんうん、もう下げてとか言う人もいる中でさ、いるいる、こういう食べ物に出会えてよかったねって言い合えるのが俺は、うんうん、あ確かにすごく嬉しい。あったさった。うん。確かになんか間違ってきたやつも美味しかったもんね。うん。結構多くない？ああ、あるね。なんでだろう。いい言葉が、あれかな、俺らがミス？ああ、ちゃんと伝えられてないっていうのもあるかもね。かな。うん。そう、結構オーダー間違いされるんだけど、でもそれを普段頼まないけど、いいものに出会えてよかったね、みたいなことを話せるのがいいよね。うん。それが俺の好きなところ？うん。ああ。ふふ翔ちゃんの好きなところね。なんだろうな。まあ、なんだろうな。ああ、まあこういうところね。うん。何が？美味しそうにご飯食べるところ。美味しいじゃん、だって。うん。あと、素直に美味しいって言える人、翔ちゃんは好きなところ、いると思う。いや、あんま嘘っぽく感じない、あんまり言いすぎて。俺、自分で思うもん、嘘じゃないみたいな。ああ。うん。まあ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 。次。お二人が喧嘩した時に仲直りをどうやってするの？また、焼き餅焼く？喧嘩はしょっちゅうするからな。うん。でも仲直りはもうその日のうちにしちゃうよね。まあまあ。うん。焼き餅焼くことがない。翔ちゃんはね、俺は焼き餅焼いてるけど。ほんと？うん。あの、焼き餅焼くよ。どういうところ？だってさ、プリクラだってそうじゃん。ああ。あなた映ってんじゃん。いや、今はね。ああ。そう、プリクラを撮ったのよ。うん。友達とね。はい。今はそれを入れて、俺も映って入れてくれてるけど、その前まではなんか俺も映ってない、なんか別の人と、のツーショットのさ、しかもさ、ハート作っちゃったりとかさ、なんかちょっとギュッ、ハグってしてるやつとかをさ、ハグされてんのよ、こっちは。それ焼き餅焼くだろ。あ、ほんと？うん。かわいいだろ。え、別にあなたが、うん、携帯で、いいよ、プリクラ。え、誰かと？うん。全然いい。でも残念ながら俺のカバー見えない。あ、うん。まあね。まあ焼き餅は焼きます、俺はね。うん、うん、うん。そっちに焼かないんだって。読もうか。大丈夫。いいよ。うん。年の差カップルの秘訣は何ですか？年の差だと感じないことじゃない？年の差があると感じない。ああ、そうね。全然感じない。感じないな、もう。うん、だし、なんか、うん、ツイッターとかで見るんだけど、年の差があるから、うん、なんかやっぱ下の方は期待するんだって。例えばお金を持ってるとか、家があるとか、そういうのを期待する人多いんだけど、うん、現実はそんなこと全然なくって。そうよ、そうよ。あの、そういう期待はしない。方がいいと思います。うん。現実的に言うと。まあまあ、いるよ。すごい成功者とか、いるかもしれないけど、うん、そんなことないし、
同じぐらいの人と思った方がいいよ。うんうん。うん、逆もしかりかも。自分が年上だからってさ、うん、何でもかんでも頼られても困るし、うんうんうん、そうよね。うん、逆に頼りたい時もあるし、心落ち着かせたいとか、癒されたい時もあるし、うん。うんうん。そうね。うん。そういうことです。うん。ふわふわ銀だな。おう、寝てる。うん。次。うん。お互いやっぱ、他の人とは違うとか、ここが魅力だなってところ、ありますかって。ある?思いつく?他の人と違うなと思うところ?うん。まあ、たくさんあるけど、まあ、いいところも悪いところも両方かな。まあね。うん。まあ、でも。けど、まあ、素敵だなと思うところね。素敵だなと思うところ、うん、まあ、しっかりしてるな、考え方がしっかりしてるなって、なんか、世の中の、平平ボンボンと生きてきた人とは違うなって思う。わかんない。そんなことないと思うけど。そんなことあるだろ。しっかりしてるもん。お金にも。何でも。何でも他の人と違うとこでしょ、うん、ないならないでいいよ。いや、一般的ですねって。優しい。優しいとか言ったらさ、なんか普通じゃん。ね。いやでも俺めっちゃ優しいと思う、本当に。そんじょそこらの優しさじゃないと思うよ、うん、俺の優しさ。そうだね。優しさ 100%。自分で言うのもなんだよ。はい、次。なんかもうちょっと方向性変わるけどさ、リアルってやめた方がいい?どう思う?うん、リアルって言葉わかんない方に言うと、リアルっていうのは、僕らとかは、うん、まあマッチングアプリとかそういうので、普通に自然とね、うん、出会うことっていうのは少ないので、うん、この同性同士出会うって言うと、あのマッチングアプリとかを使って、うん、初めて会うことをリアルって言うんだけど、うんうんうん、そういうところ。何が?だってわかんないじゃん。ほら。こういうところよ。何が?わかんないだろうなって思えるところ。わ、うん、かんない人がいるだろうなと思ってさ、ちゃんとわかるように説明をしてから。わかったわかったわかった。ありがとうありがとうありがとう。ちょっとこ、うん、他の人たちが。ちょっと待って。これは結構真剣な悩みだね。ってことは、うん、なんかあったのかもしれないね。うん。でも、やめた方がいい。そう、この方がどういう、気持ちで書いてるかわかんないから何とも言えないけど、うんうん、でも、まあいろんな出会い方はあるけど、うん、やっぱそうやって直接会うのは出会いの幅がやっぱ違うよね。でもさ、最終的には会わない限りには、うん、先に進まないわけだから、やめない方がいいんじゃない?だってもうやめちゃったらもう出会えないよ。出会いたければ。うん。なんかそれまでのやりとりの過程であったりとか、そこでしっかり見定めるのが必要だよね。うん。なんかポッと一日やりとりしただけの人とさ、会うとかだったらさ、うまくいかない可能性の方が高いような気がするから、まあほら、いろいろ悩んでるのであればね。そうだね。別に俺とかはほら、性格上さ、すぐ会いたいとかさ、思っちゃうタイプだから、リアルめっちゃしてた。うん、で、それこそ待ち合わせの場所に来ないとか、会ってすぐ違いますとか、そういうのも全然あったけどね。まあでも今、それこそ同性も異性も問わずに、うん、マッチングアプリって結構流行ってるし、うん、会わない人っていうのはいるだろうし、うん、逆に会う人もいるだろうから、うんうん、まあ会いたい人に会えばいいと思います。うん、なんかんだし、難しい。うん。そうな。なんか、大人になって思ったのはさ、うん、第一印象、って思う人って、結構当たってない?ずっとじゃない?うん、わかる。あ、なんか、やっぱいい人だとか、思うけど、一瞬。うん、あ、でも、やっぱ違うなっていうか、なんかその最初の感って結構当たると思う。うん、第一印象ね、大事だよね。うん、最初の違和感も、が結構当たるから、俺、そういうのはちょっと、長続きできないかな。うんね、最初に、うんって思う方は。うん、あと、詐欺にはね、ちょっと気をつけてほしいけど。うんうん、今、いろいろあるから、うん。お互いが入れ替わったらびっくりするようなところはありますか?どういうこと?お互いが
入れ替わったら、びっくりするようなこと。もう入れ替わったこと自体がびっくりよ。いや、ほんとにそう。あ、それはもう分かった上で。まあ、それは分かった上で。それは前提としてね。多分俺は、あなたの仕事の大変さを、俺はできないと思う。ああ。うん。多分、気持ちがついていけない。あなたの仕事の量とかは。そうね。っていう風に思うかな。しょうちゃんは何だろうな。え、でも性格とかは変わんないんでしょ？自分、俺の、うん。そうそうそう、なりきって、俺の性格。外見がこうなるわけでしょ？そう、そう、なりきって、俺の生活をしてもらう。別に何もびっくりしないかも。まあ、そうだよね。うん。うん、むしろ、あ、可愛くなった。ヤッピーみたいな感じ。うん、次、うん、お互いに初めて会った時からここが変わったなと思うところと変わらないなと思うところは、わあ、まず変わったと思うところ、変わった俺、うん、変わったかな。あ、本当。でもなんかいちいち言うことでもないかなって思う。なんか、あ、変わった変わってない。金銭面の質を上げたのは僕です。金銭面の質を上げた、どういうこと？お金の管理。ああ、そういうところね。うん。確かに確かに、貯金とかね。貯金、まあ貯金だけじゃないんだけど、うん、ぐらい。ああ、性格的には変わんない？うん、変わんない。うん、そうね。翔ちゃん変わんないと思うよ。最初からこんな感じだよね。だからさ、言うたら最初から結構素が出せてたんだと思うんだよね、お互いに。あ、取り繕ってないっつうか。うん。でも俺遊ぶようになったと思う。ああ、お金を使うようになったよね。めちゃくちゃ。てかお金の使い方が分かったんじゃない。ああ、今までさ、ほら我慢して我慢してみたいな、うんうん、貯めるのが楽しかったりしたけど。そう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 。で外でご飯食べるとかさ、うん、どこかしらに遊びに行くとかをほとんどしてこなかったでしょ。まあ一人で行ってた。そうそう、うん。で、一人で行ったらさ、絶対さ、うん、あ、もったいないとかさ。いや、そんなこともなかったけどね。ないんかい。どういうこと。でも、ちょっと若い時とかは、その、うん、通帳でいくら入ってんのとかを見るのが好きだけど、好きだったけど、今は、うん、今は手元にあるとすぐ使っちゃうから、うんうんうん、一生引き出せないとことかにね、うんうんうん、入れてる。そうなの。そう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 。手元にはもう一切置かないようにしてた、うん、のが変わったことじゃないかな、うん、多分。うん。旅行とかもね、ちょこちょこ行ってるしね。そうだね。だからお互いに良かったよね、うん。節制できるところは節制して、うん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 、確かに、楽しむところは楽しんでっていうのが二人でできてるから。そうだね。うん。うん、確かに。いいことだと思う。うん。足りた？足りる。まあ、後で。足りさせる？うん、足りさせる。後で食べようよ。ラーメン。後でね。え？ラーメン？ラーメン作れよ、自分で。え、何食べんのじゃあ。何食べんの？ラーメン。ラーメンじゃん。うん。うん。いや、今日台風なんで。はい。雨が強くなってきたね。あ、強くなってきたね。うん。大丈夫か？何が？風とか。大丈夫よ。だってうち今、雨戸閉まらないじゃん。あまり閉まんないんですけど。まあでも、もう何十年も頑張ってきましたからね。そうね。もうどんな何百回地震来られてるけど、うん、ずーっと頑張って来られたこのお家なんで、多分大丈夫でしょう。ね。気まずい。